ドミニク・ブラゼールは、アメリカ合衆国のプロボクサー。カリフォルニア州ロサンゼルス郡、アルハムブラ出身。長いリーチを生かした強打を誇り高い孤立を持つ選手。ブラゼールは、もともとは、アメリカンフットボールのクォーターバックの選手として、ノーザンコロラド大学でプレーして、アマチュアボクサーに転向した。2011年4月、ナショナルゴールデングローブにスーパーヘビー級で、 出場するが1回戦で敗退した。2011年6月、全米選手権にスーパーヘビー級で出場するが、準決勝で敗退した。2012年3月、全米選手権にスーパーヘビー級で出場して、優勝した。2012年5月、ロンドンオリンピックアメリカ大陸予選に、スーパーヘビー級で出場するが決勝で敗退した。2012年8月、 イギリスのロンドンで開催されたロンドンオリンピックにスーパーヘビー級で出場するが一回戦で敗退した。ブラゼールはプロ転向を発表し有力代理人アルヘイモンと契約を結びオスカーデラホーヤ率いるゴールデンボーイプロモーションズと契約を結んだ。2012年11月9日、ブラゼールはオリンピックから3ヶ月後にプロデビューを果たし、 初回1分6秒 TKO 勝ちを収め白星でデビューを飾った。2014年4月3日、ナーギアギレーラと対戦し8回3から0の判定勝ちを収めたが、プロデビューからの連続個勝利が急でストップした。2015年1月9日、ゴールデンボーイプロモーションズからプロモート権を破棄されたことで同プロモーションを離脱した。ブラゼールは、 ヘイモンから信頼が厚いトム・ブラウン率いる TGB プロモーションズに移籍した。2015年3月7日、MGM グランドガーデンアリーナでプレミアボクシングチャンピオンズの NBC 初放送工業に登場。キース・サーマン VS、ロバート・ゲレーロの前座で、ビクトル・ビスバルと対戦し4回1分28秒、TKO 勝ちを収めた。2015年9月26日、 アラバマ州バーミングハムのレガシーアリーナで、デオンテイ・ワイルダー VS、ヨハン・リョオパの前座で、フレド・カッシーと対戦し10回3から0の判定勝ちを収めた。2016年1月23日、ステープルズセンターで、アミール・マンスールと WBC、アメリカ大陸ヘビー級王座決定戦で対戦し5回終了時、マンスールの危険による TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。 2016年6月25日、ロンドンのオーニーアリーナで、IBF 世界ヘビー級王者アンソニー・ジョシュアと、対戦し初黒星となる7回1分1秒小負けを、キッシュ王座獲得に失敗した。2017年2月25日、バーミングハムのレガシーアリーナで、デオンテイ・ワイルダー VS、ジェラルド・ワシントンの前座で、イズ・アグベ・ウゴノーと対戦し5回小勝ちを収めた。ありがとうございます。